ハレルヤ。じゃあ今日は旧約聖書のサムエル記上の17章31節より51節までお読みします。開きました。では声を出してどうぞ。旅での言ったことを聞いてサウルに告げるものがあったので、サウルは旅でを召し寄せた。旅ではサウルに言った。あの男のことで誰も気を落としてはなりません。しもべが言って、あのペリシテ人と戦いましょう。このサウルはイスラエルの王のことですよ。サウル王は旅でに答えた。お前が出てあのペリシテ人と戦うことなどできはしまい。お前は少年だし、向こうは少年の時からの勇士だ、戦士だ。しかし旅では言った。しもべは父の羊を飼うものです。獅子や熊が出てきて群れの中から羊を奪い取ることがあります。その時には追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればたてがみをつかみ打ち殺してしまいます。私は獅子も熊も倒してきたのですから、あの無活霊のペリシテ人もそれらの獣の一匹のようにしてみせましょう。彼は生ける神の戦列に挑戦したのですから。旅ではさらに言った。獅子の手、熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いありません。サウルは旅でに言った。行くがよい。主がお前と共におられるように。サウル王は旅でに自分の装飾を着せた。彼の頭にセイドの兜を乗せ、身には鎧をつけさした。旅ではその装飾の上にサウルの剣を帯びて歩いてみた。だが彼はこれらのものに慣れていなかった。旅ではサウル王に言った。こんなものを着たのでは歩くこともできません。慣れていませんから。旅ではそれらを脱ぎ去り、自分の杖を手に取ると、川岸から滑らかな石を5つ選び、身につけていた羊飼いの投石袋に入れ、石投げ紐を手にして、あのペリシテ人に向かって行った。ペリシテ人は盾持ちを先に立て、旅でに近づいてきた。彼は見渡し、旅でを認め、旅でが血色の良い姿の美しい少年だったので、侮った。このペリシテ人は旅でに言った。私は犬か、杖を持って向かってくるのか。そして自分の神々によって旅でを呪い、さらに旅でにこう言った。さあ、来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。だが旅でもこのペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を打ち、お前の首をはね、今日ペリシテ人の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ペリシテ人は身構え、旅でに近づいてきた。旅でも急ぎ、ペリシテ人に立ち向かうため、戦いの場に走った。旅では袋に手を入れて小石を取り出すと、石投げ紐を使って飛ばし、ペリシテ人の額を打った。石はペリシテ人の額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。旅では石投げ紐と石一つでこのペリシテ人に勝ち、彼を撃ち殺した。旅での手には剣もなかった。旅では走り寄ってそのペリシテ人の上にまたがると、ペリシテ人の剣を取り、鞘から引き抜いてとどめを刺した。首を切り落とした。ペリシテ軍は自分たちの勇士が殺されたのを見て、逃げ出した。アーメン。なんで途中で読まなくなったの？じゃあ祈ります。今も生きておられ、すべての世界を創世以前に建てられた統治法則通りに統治し続けておられる主なる神よ、今日も主が私たちに与えられたイエスの皆を信じ、我々が自分なりに神に背いて生きた罪を背負って死なれたイエスの皆によって永遠なる命の救いが与えられたことを約束の中で信じまして、この場におります。しかし主の皆を呼びながらも相変わらず自分なりに生きてしまった日々の罪があれば、今悔い改めるよう助けてくださり、悔い改めた罪を師匠によって清めてください。そして天の神イエスキリストの皆によって、今後本当に我々が勝利ばかりを収めながら生きることができますように、神の子供らしく、神の教会として正しく強く世に打ち勝ちながら生きることができますように助けてくださり、主の約束された言葉に心からアーメンと信じて、御言葉を受け止める時たんびにすべての弱さが去っていき、病気が去っていき、悪霊どもが去っていき、主の聖霊の不思議な力ばかりに満たされて、日々日々生きる日々が本当に成長に成長を重ねる信仰生活とつながっていきますよう助けてください。すべてを主の聖霊に委ねますので、一人一人において、また教会連合全体において、神の御心がどんどん成就しますように、イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。この世は基本的に苦難に遭うことになっている世の中だ。イエス様が弟子たちに教えます。この世では人が苦難に遭うことになっているんだ。この世が霊的な読みに作られたもんだから、アダムとエバ以来、全人類はこの世に生きながら、まずはサタンの誘惑や攻撃にさらされて襲われることになっている。それは目に見えない霊的な領域においてのこの世の状態であるし、それが目に見える形でいろんな現象によって現れます。それは簡単に言うと天災あるいは震災と言われるいろんな出来事がそれなんです。これは基本的にノンクリスチャンあるいはクリスチャンの中でも罪ある人はこういう苦難に襲われるのは当然なんです。ノンクリスチャンだけが守られず生きるんじゃなくて、クリスチャンの中でも罪があれば守られずに苦難に遭うしかない。皆さんがヨブ記の理解が苦しむという人がいるんですが、ヨブ記に襲ったヨブの苦難はヨブの罪の結果なんです。アメン。だからヨブは正しい神の人だと言われていましたけども、彼の中にも罪があったので、その罪によって子供たちが家来たちが死んでいくような苦難が襲ってくるんです。だから神の人が、わけもないのにこういう苦難にあって傷を負ったり、こういう苦難にあって大きなものを失ってしまったりするようなことはないんですね。アーメンです。こういう罪があって当然の結果として襲ってきて傷が残る、損失が発生するのはこういうのは苦難という苦難。ヨブにもそれがあった。しかし問題は、信じない人や信じる人の中でも罪ある人にはこういうのが襲ってくるんだけども、正しく信じていて、別に罪なんかないと思ってて、いつも罪から離れた聖なる生活を頑張っているにもかかわらず、似たようなことが襲ってくる場合は何なのかということなの。そういうことがあるでしょうか、ないでしょうか。罪がなければ全く我々は天国にいるようなそういう環境になりますか？頑張っていてもまだ他の人が抱えているような問題が自分にも襲うことはあるのかないのか、あるんだというあるんですね。これは何なのか、神の統治法則が分からないとこういう時に「あら何クリスチャンになったのになんで変わらないの？なんで同じことが起きるの？」こういうふうに疑問を持つことあるでしょ。そういうケースのは何なのかという、これはただの罪の結果である苦難じゃなくて、神様が愛するものをもっと神の子供として、もっと神のしもべとして、もっと大きく強く一回り二回り器を大きくして、こういうことを通して鍛錬させて、もっと大きな祝福に、もっと大きな器にどんどん作り上げていくための神の計画の中にもわざと許される苦難がある。これはただの苦難と言わないで、試練というの、試されることによって鍛えられる、練られる。結果信仰は成長する。そして次の段階に行く。これはただの苦難じゃなくて何ですか？試練です。試練を通して鍛錬させられます。アーメンですか？鍛錬させられたらどうなのか、弱かった足が強くなるの。ふらついていた人がまっすぐしっかりと立ってとうとうと歩くことができるようになる。これが試練も主が許される理由だという理由。問題は試練に遭う時には神の人として信仰によってそれをどう乗り越えるかを、信仰によって乗り越える、信仰の他の異邦人のように他に頼りになくて信仰に頼って、信仰によって神様にひたすら頼って乗り越えていくために頑張らないといけないの。試練の場合はアメン。試練に合わせたから神の計画だから全て通れるんじゃない。試練もある人は引っかかってつまずく人も出てくるんですよ。しかし試練を、こういう法則が分かって、試練の時たんびに信仰によって乗り越えていくとだんだん強くなります。信じますか？じゃあ問題は、試練の場合は通っていくと傷は残らない。当時は大変なの。信仰によって神だけを頼って乗り越えるとすれば大変だけど、傷が残らない、損失が発生しないだけじゃなくて、本人がうんと強くなります。レベルが違うレベルに移されます。ハレルヤ。しかしこれは信仰がなければ大変です。信仰がなければ通して大変、理屈の思いのままに対応してしまえば通れなくなります。理屈の思いのままに対応する人は通れなくなり、それに引っかかってしまうこともあるんだ。ところどころでこれがある。特に神様が本当に神の国を広げるためにある目的を持って用いたいと思う人であればあるほど、この試練の道もすっごい厳しくて、いろんなことが待ち伏せしていて、いろんなことに遭遇しますね。ある時には本当に死にそうなこともある。いやもう神様がいらっしゃらないような、神がいればこんなことにならないでしょうと。まるで神様が見えないの。なんでいつまで神が見えない？試練を通るのを見て認められるまで神が見えないの。その人の信仰が神様に試されて、どこまで君が神を信頼して揺れないで、避けないで、ひるまないで、信仰によってとことまでついてくるか、その度合いを神様が見ながら判断するから、信仰によってひたすら打ち勝っていくために頑張る時、その時には神がまだ働かないから、見てるだけだから、私にも神が見えないの、その時は。だから孤独な戦いになることもある。しかし信じてる、なんである地点まで行くと主が働くようになるんだと、そこまで行ったら勝利だと、そしてそこまで行って勝利すると次の段階行けるんだと。ハレルヤ。それが信仰によって分かってるから、もうたくさん経験して今までやってきているから、何があっても揺れないの。それでとことんまで信仰によってやっていくと、傷が残らないで逆に弱かったところまで強くなっていきます。これがただの苦難と試練の違いなんですよ。アメン。ある人は苦難ばかりにあって倒れていく人がいれば、ある人は同じような苦しい目にいっぱい遭うんだけど、ある人は傷は残らないで、投打は戦いながら大変だけど、行けば行くほど強くなっていく。これは試練の道を通る人なんです。こういう神の統治法則に対する理解が皆さんはっきりとしないと、何かある時たんびに揺れるの、何かある時たんびに弱っちゃうの、何かある時たんびに信仰生活に対してがっかりすることがあるんですよ。しかし試練を通して働く神様が、試練を通らない人には約束できるものがあんまりないということが分かれば、どんなことがあっても試練の時に絶対心を曲げないということ。信仰の先祖アブラハムは本当に信仰の先祖と、もうこれでお前は最後のテストは、神様がアブラハムを試すために試練を与えた。創世記22章を見ると、神様がアブラハムを試されるために一人息子イサクをモリアの地に連れて行って焼き尽くして捧げなさいと、そう命じられたって、とんでもない試練でしょ。最愛の息子を、100歳の時産んだ息子をモリアの山に連れて行って動物のようにほふって焼き尽くして、その煙を香りを神様に天に昇っていくように捧げなさい、こう言われたの。これ演技じゃないの、実際にあったこと。実際にアブラハムはその通りに言われたことを実行しました。アブラハムがモリアの山まで行くときに3日の道のりだったの。一瞬分けた。アメン。これで一瞬終わった話じゃありませんよ。3日も子供連れて滝背負ってモリアの山まで歩いていきながらも、心を奥さんにも相談しないで心を乱さないの、弱らない、揺れないで、言われた通りにしようと一つだけ心にこう思っていたそうですね。ヘブライ11章の17節以下にそういう説明がありますよ。アブラハムがどういう気持ちで信仰でイサクを焼き尽くすために言われた通りに最後まで進んだのか。神がきっとイサクによってあなたの子孫が増えると約束したんだから、今イサクやっと一人生まれたのに、イサクをこの言われたから捧げて焼き尽くして捧げて死んでしまえば、子孫がイサクによって増えるはずがないでしょう。ならば神様は全能だから、たとえ今私が焼き尽くして捧げてイサクは死んでも、死者の中からイサクをよみがえらせて、それでも約束を守ってイサクによって子孫が増えるようにしてくださるでしょう。これをずっと思い続けて、それを信頼したそうですよ。それを信頼したそうです。このアブラハムの信仰を、これは3日間歩いていきながらそれをずっと思い続けていたはずなのに、1日目2日目でもういいと言わない神様が、3日経つまでモリアの地について焚き木を積んで、その上に子供を縛って焚き木の上に乗せて、あとはほぐるために剣を持ち上げたあとはこれを持ち上げたから、あとこれもう最後の瞬間だよ。ほぐるまで何秒もかからないとは。ここまで行った時に主が誰もいないところで天から声が聞こえてきた。アブラハム、アブラハム、もう分かった、これで分かった、あなたが神を本当に敬うことをこれで分かった、ここまで見てから分かった、その子に手を下すな、手を上げたから手を下すな、ここまで来たのに、今日家に帰ったら練習してみなさいよ。愛する子供をこれでほふって主に捧げると言われたらここまでやるのか。気持ち悪い、思い出したくもないでしょ、そんなの。でも実際にアブラハムはそこまでやったんですね。全人類の信仰の先祖となったアブラハムは何も試練を通らずに、いきなり神様に、ある日神様に選ばれたんじゃなくて、こういう試練を通りながら実際に一歩一歩歩いていて、アブラハムが約110歳以上になった時の老人のアブラハムが言われた通りにこう知ったんですね。なんという試練の瞬間だったでしょう。子供を放る、皆さん焼き尽くして捧げるという言葉で理解できないでしょう。焼き鳥考えればいい、焼き鳥焼き鳥、日本人の皆さん、こういう話したら今日から焼き鳥食べれなくなるかもしれない。焼き鳥を皆さん、焼き上がった焼き鳥ばっかりで今焼酎と一緒に食べてるから美味しいでしょ。その鳥を、小さい生きてる鳥を皆さんが潰して、皮、この毛を全部取って、体を解体して、それからそれを焼き尽くす、こういう過程を焼き鳥の代わりにイサクに、こういうにして神様に捧げなさいという話です。我が子よ、こういうことを命じたんです。これできますか。私が旧約時に呼ばれたならばしもべと、無理だったの。俺鳥を潰すのを見たらもう鶏肉食べなくなるから。神牧師がなんか強い人に見える人がいるそうですね。俺すごい弱いの、心が。俺ユッケも食べれないの、ユッケも。血のままのユッケも絶対食べれないの。それを食べてる人を見ても俺はもうムカムカする。大変な試練じゃなかったでしょうか。しかしそれを主が認められるまで心弱らずに、疑わずに、ずっと行い続けていく、いったある瞬間に主がもういいとおっしゃったんですよ。これが試練ですね。これが試練なの。だからそこまでは大変なの。神に対する絶対的な信仰がなければそこまでいけない。大体頭で考えて、いやこんなのは無理だとか、いろいろ考えて他のやり方を考え出すはずなの。しかしこれが試練というものだったけども、アブラハムはその試練によって認められて、本当にイサクによって天の星の数、海辺の砂の数ほどの子孫が増えると約束された、その約束された、自然に約束されたんだけども、この試練を通って認められた瞬間から主が本当にそれをもう一度宣言します。これからそうなると。アーメンですか。ああ、これがアブラハムが信仰の先祖となるために受けた試練です。信仰の先祖となるために受けたアブラハムの試練。でもこれは信仰によってまっすぐついていたから傷は残りませんでした。傷は残りませんでした。ただ信仰がうんと死んだ人までよみがえらしてくださる神を信じたから、信仰がそこまでうんと成長しまして、強くなって何を命じられても揺れることがないような信仰に立つことができたんです。ハレルヤ。実に素晴らしい。ヨブの場合は違うですよ。ヨブの場合はそれまで溜まっている罪が、生産的な罪があったから、神の時が来るまで悔やみないままのずっと残っていた罪があったから、それに対する報い、懲らしめとして子供たちが死んでいて、彼が後から神の前で犯した罪に気づいて悔やみても子供たちは戻らなかったの。もちろん悔やみた後にまた子供たちや財産の祝福もあったんだけど、それはそれからの話であって、以前失ったものは戻らなかった。これは傷でした。傷、これはただの苦難です。アーメンですか。だから今日にももう世界中でこういうことある。ある人は苦難だけに遭う人がいれば、ある人は一生懸命頑張ってるんだけど試練にあって、当時は大変だけども信仰によっていつも通り抜いていけば、次から次へと一回り二回り信仰が大きくなり、神様にから与えられる力も強くなり、祝福も豊かになる。しかし何もせずには何も起きない。必ずところどころでこういう試練が与えられる。で、信仰が試されるということな。アメン。先週凍りついた世界を溶かしていく使命が EMC 教会連合がこれからやるべき使命だと言ったときに、名古屋の牧師がその説教を聞くときに心が熱くなって、これは本当だ、これを名古屋でも広げていこうと思って、講演集会ってまず皆さんに伝えようと思った瞬間から心が燃え始めた。自分で燃えたんじゃなくて、聖霊様がそうだよそうだよこれだよ。皆さん今そういう時になってきてます、ね、ならば皆さんにどういう信仰があるべきだ。凍りついた世界を溶かす信仰がないといけないの。アメン。ああダメだ、みんな凍りついてる、俺も寄り添って凍りついてしまう。だったらこの世界を溶かすことはできないの。アメン。凍りついてる世界を溶かしていくためには、自分がたとえ今まで凍りついててもまず自分を溶かすべきだし、アメン。で、凍りついてる世界の人を溶かしていくためには、自分がそれだけ強くならないと。凍ってるのに同じ氷を持って寄り添ったらどうなる？さらにくっつくだけですよ。だからこっちは熱く燃えないといけない。強く働かないといけない。ハレルヤ。あんた死んでる？私死んでるから起きれないよ。こういう弁明をする人がいれば、それにも向かって火の中から出てこい。まるでイエス様のように。そうすれば火の力が口を開いて、飲み込んだものを吐き出してしまう。ナザロが出てきたように、皆さんの信仰によって凍りついて死んでいた人々の信仰がそこから吐き出されて出てくるべきですよ。アーメンできます？そうなるためには、皆さんが一定した試練を通りながら信仰は強くならないといけないの。強く。EMC 教会連合は今まで全体的にところどころでいろんな試練に遭いながら、それを信仰によって乗り越えてきて、そして信仰がその時並みに強くなってきて、何があってもいつもの通り、パターンは一つ。何があっても罪があれば罪を顧みて悔い改めて、罪を徹底して悔い改めても問題がなければ、あとは主の働きを求めて祈ると。この世的な知恵や力に頼らないで、ひたすら聖霊の強い働きを求めながら、主が働くまで求め続けたら、必ずある時点になると主が働いて全部平らにしてる。すべての問題を、富士山よりも高い問題を平らにしておられるの。まるで嘘のように。そしてそれを通る時たびに感じるんですよ。何を、はあ、これだけ強くなった、これだけ大きくなった、これだけ豊かになった。何が起きてもうちはワンパターンで、神だけに頼る。だからもうこういうのが我々の常識となっている。だから司教会の牧師たちも何かあれば絶対に動揺しないの。いつものように信仰によって悪霊を追い出し、罪を悔やっため、あとは聖霊の働きを求めて強く祈ると、個人差は多少あってもみんな同じやり方で勝利に至ります。今も日本全土の司教会が霊的な牧会者たちによって勝利を収め続けていることを信じる人だけ、アーメンとおっしゃる様に思いっきり送りました。凍りついた人々と世界を溶かしていくのに、我々にどんな試練が来ても全部信仰によって乗り越えて、皆さん雨が降ってくる時には青空見えないでしょう。もう絶望的、空は暗いし、しかし雨が上がったら青空が笑顔を足しますよ。雲行ってもない青空が、そうするとついさっきまでの、曇っていた空は何だったのか、もう行方不明なの、きれいに、まるで嘘のように。神様と信仰によって生きてみろと、こういうことをところどころで経験します。試練を通されていて、神がまだ OK と言って働かない場合は、牧師も大変ですよ、正直に言って。牧師はある問題があるときには、目を覚めてるときはずっと、起きてるときはずっと祈るの。もう何時間祈ったとかないの、ずっと祈りっぱなしなの。それでも一向に終わらないの、問題が。なんでよ、戦いがあるから、勝利するってことは、ただ、疑わないよという信仰を見せたで終わるんじゃないの。見えないところでたった悪の書類を全部砕いて追い払う戦いもあるし、自分の罪の清算もあるし、それで本当に信仰を固めて揺れない信仰を見せ続けて、主が OK というまで持っていく忍耐とかいろいろ必要なの。いろいろ総合的に見せて、総合的に信仰を働かして、それから神様が OK という時に晴れ晴れとなるんですよ。ここに絶対できない信仰が必要なの。信仰が試されるためには試練に入れてみないと分かんないの。口はみんな達者だから、日本人に声かけてみなさい。はいはいはい、1回でいいのに、はいはいはい、3回連続。口は達者だよ。おっしゃ、まだ機関所捜査のように出てくる。しかし力がないの。なぜよ、なぜ。それまで時間かけて戦って敵の勢力を砕いてないから、はいはいはいはできるけどもう力がない。例えだけでも意味が分かりますか。それまでしっかり戦わないといけない。戦わないと、言葉通り試練ですよ。試すという言葉を抜いたら、これも単年のため。皆さん、こういう宝石を、原石を、ダイヤモンド、目ん玉が飛び出るでしょ。これダイヤモンドだと言えば、ダイヤモンド原石のままだったらこれ商品にならないから、磨きを入れるの。磨きを入れる時にはこれより硬いものじゃないと磨けない。綿とかこんなハンカチでこのダイヤモンドを磨くとできますか。100年磨いても磨けないの、綿で。このダイヤモンドよりもっと強度のあるもので磨きを入れないと形を作らなくなる。これが磨きというものなの。単年の時はすごい痛い。いや、もう牧師もはっきり正直に言って、今まで28年間、いやもう本当に大変だ、生きる日々が。ああ、罪人の人生大変だと一人で自分やったこともたくさんありますよ。そして不平不満ではなくて、そしてもし天国地獄じゃなければ、天国があって地獄すらなければ、死ねば終わりだったら、ああもう俺もそろそろ引退しようかと思ったこともたくさんあります。なぜかというと、これが何を言ってるのか、試練の道の厳しさを言ってる。本当に当座は大変ですよ。信仰がないともう降りたい、すぐ。ああもうこれでもういい、もう十分です、神様。もうあんまり私欲求ないんですよ。もう天に行ってこんな冠を受けるとかあんまり欲求ないから、もう全部遠慮して、もうこの辺で降りたいという、そういう気持ちもある。しかしいずれそれが神様に送られてからはもちろんそういうふうにも思わなくなったんだけど、そういうことがたくさんあったと。それだけ厳しい状況を通らねばならない。しかし私がね、しもべと呼ばれてある予言をすると、予言の賜物を受けている時から受けた予言の一つに、あなたはね、平坦な道を歩くしもべになるそうです。それが頭に入ったね。平坦な道を歩くしもべになるそうです。神がそうおっしゃったんです。わあ、だから私はもう全ての道が平らに開くと思ったんですね。しかしその後の瞬間から人生がもうごっちゃごちゃになって、前後左右が分からなくなる人生になったんですよ。方向感覚を全く忘れてしまい、どっちが西か東か分からなくなってしまい、もう本当にすごい試練の日々がそれから始まったんですね。そして本当に私が考えたのは、私のような試練の道を歩む人がどれぐらいいるでしょう。いろんな意味で、いろんな意味で、もううちの教会が歩んできたこともそうだし、各講演、伝道集会やをはじめとして全部今もう上野の他の教会たちが金曜日の牧師だけを眺めてるって、金曜日の牧師が方向を変えれば自分たちも変える。で金曜日の牧師は何か言うまでは自分たちも黙っている。講演管理課といろいろあるから、で金曜日の牧師は何か言って絶対うちはやめないと言えば自分たちもやめないと。だから金曜日は責任感が、だから川口行った時にも地元の教会がいくら挑戦しても全部ダメになったの。地元にある教会が全部試しても全部ダメって、やりたいけどもできたところはない。うちは勝手に下見に行って、うちが勝手に決めたところに入っていきました。主がその道を開いて、それから噂が立ちました。通してよそから来て、ここで集会ができるんだ、川内市役所の真向かいで、川内市役所の向かいが真向かいの公園で集会が3年間神が許すまでちゃんとできるのはうちしかないの。ただすごい試練があったんです。毎回本当にもう俺の牧会の命を、牧会の生命をかけることあっても絶対こういう気持ちで毎回戦ったんですよ。しかしそういう信仰なければ、そういう試練通りながらそういう信仰がなければ、うちもそこでできなかったです。でも絶対負けない、これは主の導きだからと思って、主の導きで行ったんだけど、目に見えるのは妨害ばかり見えるから、だからそこにそういう試練を通る信仰がよっぽど強くないと絶対折れちゃうの。絶対折れたらもうやめたいの。だからいつも何を覚悟する、これで俺の牧会生命が終わると俺もう最後だと思って、最後だと思って祈っていくの。そしたらまだ平らになる、まだ平らになる。それが3年も続きだ。それが3年も続く。こういう試練をたくさん通ってきたから、雨が多いこの国で雨が降れば反対、本当に私が見ても今もそうだよ。この雨が祈りで止むの、見た目ではやみそうもないでしょう。しかしいつもの通り祈ると説教ができる。台風がうちの集会所を襲ったことは一回もない。必ず天狗に通って、あるいは逃げる。こういう試練にあって喉が痛いほど祈ったの。顎が痛くなるまで祈る。毎日ある時は十何時間も祈る。昨日も十何時間も祈った。一昨日も十何時間も祈った。ここが痛くなる、顎が。多くの人がこうなったら喉が破裂して、どうのこの喉が破裂するならしなさい、もっと新しいものになると思って俺は祈るの。そしたらこの間血の塊が出たの。そしたらそれを出したらすっきりしてきた。ハレルヤ。意味が分からない。ああ、血が出た、怖がるでしょ。そこまでなの、そこまで、そこまで、それ以上試練通れないの。しかし俺はもっと新しくなれると思ってさらにやめないで祈るの。そしたらその後もっとすっきりして、ハレルヤ、もっともっと強くなる神によって生きる道があることを勉強するまで試練は終わりませんよ。信じますか？ただ俺は試練だからなんだ、単年になるから傷が残るんじゃなくて、逆に強くなる、強くなる。信じますか？ダビデの少年は少年の時から疎んじられている家族の中で、8人兄弟の中で、親とお兄さんたちは先に家に帰ってご飯食べてても、末っ子のダビデは暗くなる野原で羊の見張りをやらされている。おかしいでしょ。おかしい家庭だったね。親と兄弟たちに疎んじられてよ、まるでこれ家庭いない暴力みたいに幼い子供だけが熊が出てくる野原、獅子が出てきて襲ってくる野原に残されて見張り荒らされる。なんでこの子は少年の時からこんな試練にあったのか、後から証明できたの。神の心にかなうものと唯一聖書の中で褒められた旅で、この子の志が神様にその可能性が見込まれた。そしたらこの子を神様がこれからどう使おうかという計画の中で、いろんな他の少年たちは合わないいろんな試練に早々からこの合わせてくださる。ハレルヤ。少年の時からいろんな試練に合わされる。今日37節で読んだんですが、熊の手や獅子の手から私を守ってくださった神様が、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いないでしょうという、まだ少年なのに、イスラエル全軍、サウル王をはじめとしてイスラエル全軍がペリシテの軍司令官コリアテの前でおどおどしている。誰もその前にただ一歩も進み出ることはできなくて、みんなおどおどしている中で少年がいきなり出てきて、サウル王よ、あのペリシテ人の無活霊の人間の男のことで悩むことありません、心配することありません、私がやっつけてみます。それまでにダビデが少年の時からあった試練が、ダビデを王よりもイスラエルのどの戦士よりももっと強いイスラエルの神だけを頼って、熊も倒し獅子も倒す、こういう信仰に育てられるようになった。これが試練です。これは試練だけど、この試練によって彼は誰よりも強い信仰に鍛錬ができたんでしょう。ハレルヤ。見事今日の試練は命がさらされる試練でしょう。今日下手すればコリアテ、約身長が3メートルもあるコリアテの目の前に出てきて、剣や槍や投げ槍など一発で少年ダビデはもう体がバラバラになってもおかしくない相手なの。なのにイスラエル全軍がおどおどしている中で、ダビデだけは石ころ5つ拾って石投げ紐1本とコリアテの前に出ていて、なんと宣言しました。イスラエルの神に挑戦したお前は、私は鳥に空の鳥にお前の肉をやってあげよう。この戦いは我々の戦いじゃない、イスラエルの神のものだ。ハレルヤ。イスラエルの神が自分と共にすれば、熊と獅子と同じく一発で、石ころ一発でコリアテを十分倒せるという確信が、それまでの試練を通して鍛錬されたできたそのダビデの中でもあった、もうすでにあったの、少年の中に。いろんな試練、他の兄弟たちが会わなかった試練に会いました。当代は寂しかったでしょう、悲しかったでしょう。しかしそれによって神だけを頼る信仰がダビデの少年の中にはちゃんと入っていまして、イスラエル国民族の運命が危機にさらされた時に、少年ダビデが一発の石ころでコリアテの頭の額に食い込まして、一発食い込ましたらそのまま倒れ込んでしまった。少年ダビデの手には剣もなかったと。しかしコリアテが持っていた剣を抜いて、ダビデがそれを持ってコリアテのとどめを刺してしまった。ある瞬間に戦いは終わってしまった。これが何か、ダビデがイスラエルの王になる、イスラエル民族の中の流れが、雰囲気がゴロッと変えられるきっかけになったんですよ。イスラエル中でこういう噂のような歌が流行りました。サウルは戦を打ち、ダビデは満を打た。もう流れが変わります。サウルは王は戦を打ったんだけど、旅で少年は満を打ったと。誰がイスラエルの指導者になるべきか、こういう雰囲気が一瞬変えられたということだ。ハレルヤ。皆さんが主に愛されると思えば、皆さん頑張っていても試練に遭います。アーメンです。頑張っていても試練にあって、主はその時に皆さんに何を要求するのか、信仰によって乗り越えて、神の栄光を表すものとなれ。そういうことを主が呼びかけています。なのに、お医者に頼る、薬に頼る、そこまでしかできない。そこまでしか。神の栄光のために作られた我々が、神の栄光をたたえ表すために作られた我々が、何かある時ためにこの世の人と同じく振る舞う。本物のクリスチャンになるのは大変遅いとか、あるいは難しいとかになってしまいます。1から2まで何があっても信仰によって乗り越えていくと、傷が、皆さん失敗してこれでもう終わってしまうと思うでしょう。信仰がないと、信仰がないと本当に試練が襲ってきたら、これでもう自分もう終わってしまうと思う。だから絶対的な信仰、神の大きさを本当に信じないといけない。神は天の神様、天の神、信じますか？この世に起きるいかなる苦難や試練よりも大きな方、イエス・キリストは苦難に打ち勝った方なんです。信じますか？我々も苦難に遭うの、試練に遭うの、目的の雨。イエスを信じるんだったら打ち勝つべきですよ。打ち勝つべきですよ。試練に遭う時たんびに、この世的に異邦人と同じやり方でやった人は、後から悔いるの、後から苦難が来る、苦難、傷が残る苦難が襲ってくる。なんで試練によって信仰が鍛錬できないと、異邦人と同じく自分なりにこの世の力で不信仰に生きた日々しかないと、その生産のために報いが後からやってくるの。それは苦難ですよ。傷が残るんです。ひどい場合は呼ぶのように命まで落とされる。これ別におかしい話じゃなくて、いつかは全部起きる話ですよ。いつかは全部起きる話だけども、歩いてるのが早い、ちょっと個人差があるだけで。ですから皆さんが本当にイエスの皆を、せっかくイエスが主である、救い主であることを、創造主の現れであることを信じるようになったならば、イエスによって生きる信仰を告白しちゃう。本当に最善を尽くしてそういう信仰を作り上げないといけないの。そうしないといかに大きな損失が発生してしまうかを知るべきですよ。知るべきです。同じ世に問題が起きても、ある人は倒れていくし、ある人はそれによって鍛錬されて、さらに強くなっていきます。こういう経験が度重なると、ピクッともしないの。いつものことだから。上野公園に来ると、名古屋、大阪、神戸、講演集会、年がら年中やってるうちの教団の教会たちは全部噂が広がってるの。EMC という教会があるんだけども、何曜日かに行くと必ずこれこれの公演でやってるんだけども、雨なんか関係なくやってる。噂が立ってる、噂が。なんで全てを乗り越えてやってるから。ハレルヤ。でそれが不思議だと噂を聞いてくる人もいると。この間関西教会の牧師も言ってたし、神戸も名古屋も、うちはこれが常識なのだから。だからシドニーはこれが奇跡だって。初めは「こんな教会があるの？あるんです。日本に、日本にこんな教会があるんです」。変に思われる教会が日本にもある。彼らには奇跡だと思われる教会がある。我々には常識なの。ハレルヤ。雨です。だから凍りついた世界と人々を溶かしていくべき命令が先週の日曜日に宣言されました。神がそういう計画で EMC を導くことならば、当然皆さん個人にも教会的にも試練が来るの。試練が何のための試練？鍛錬のための試練。本当に溶かしていけるか、本当に何があっても信仰によって突破していけるかを試してみる。試してみないとわけないから。単回ごと、今日まではよかったんだけども、来年も間に合うのか。違う。今年までは間に合っても、来年の次の段階行くまでは間に合わないから、また試練が待ってるの。こういうのを絶対悟ってほしいですよ。クリスチャンたちにこういう感覚がないから、いつも同じパターンしかやってないから対応ができないの。最後まで信仰を守り抜くクリスチャンが少ない理由がここにある。ずっと継続的に神と共に生きる感覚がないわけですよ。アーメンです。聖霊が導くのを綿密に観察してみると、段階ごとあるんです。次から次へと段階ごと、苦難もあるし試練もあるし、大掃除、きれいに邪魔なるものをきれいに掃除することもあるし、いろいろあるの。段階ごとに報いもあるし、だからある人にはさらに与えられて豊かになるし、ある人には今まであったのでもある時点からは困ってしまう人もいるし、いろんなパターンが出てくる理由がそこにあるの。そこにハレルヤ。今は EMC にはチャンスの、これからはチャンス、ようやく EMC が本格的に活動を始めるべき時がやってきたんです。個人的な試練があるかもしれませんが、信仰によって乗り越えてください。そうすれば皆さんは今までなかった方向へと神の霊によって移されていきます。アメン。レベルの違う段階へと移されていこうと信じたいと思った人だけがアーメンとお教え様に送ります。アーメン。ある人はこういう試練を通ってうんとこれから光り輝くようになりますが、ある人はこれに引っかかってここまでという人もいる、出てくる。だからこれが皆さんの運命の道と関わるから、牧師がいつも強く言うんですよ。多少のお金の損失くらいだったら俺も言わない、関心ない、そうなのね。しかし皆さんの運命の方向が変えられるから、必ず信仰によって勝利するように頑張るべきだ。アーメン。その頑張り方は何ですよ。神を絶対信頼してどうする、主が認めて OK と聖霊様が働いてくださるまで祈るんで、祈らないといけないの。アーメン。祈ってもないのに、力を求めてもないのに次の段階に連れていくとどうなる。車が10キロゆっくり走るときと100キロ飛ばすときと、パスの中にはね、この釣り川でしょ、釣り川。ゆっくり移動するときには釣り川に捕まってなくても大丈夫なの。とこのパスがスピードを出して70キロ100キロ飛ばしているのにもかかわらず釣り川に捕まっていないと、同じ車の中にいても倒れてしまうの。スピードによって釣り側に捕まっているべきか、あるいは捕まってなくてもいいのか、こういう判断ぐらいはすべきですよ。皆さん霊的にも全く同じことができます。これからの流れは激しくなります。すべてを主は急ぎますし、 EMC に準備されたことをどんどん広げる時代になりますから、皆さんは一気に立ち上がらないといけないし、ためには一発で試練を通って強くなって、いろいろあったんだけども全部を信仰によって勝利できました。証人になるべきですよ。ああ、私も大変だったよ。今回も負けたよ。こんな弱音吐いたら困りますよ。それは主を信頼してないし、主との関係ができてないという意味なんだ。それより悲しいことはありませんよ。ハレルヤ。雨ですか。ある人は牧師が祈ってあげると言えばすごい悲しむ人がいるの。牧師がいろいろ愛情を込めていろいろ助けてくれるべきなのに、全部いろいろやめて祈ってあげるといえば、一番効き目のない選択、効き目のないことだけ牧師が考えてくれると寂しがる人がいるの。祈ってあげるといえば、問題が起きた時に、皆さんに問題が起きた時にこの世の人と同じく頭絞っていろいろやってあげると、神と関係なくいろいろと、大げさなことをやってあげたら、はあ、すごい牧師が関心を注いで愛情を持ってやってくれてると、まあ、はあ、助かった、慰めを受けた子。しかし祈ってあげるからしっかりするんだと言えば悲しむ人がいる、がっかりする人がいる。この祈りよりあなたの運命を変える強い力がないのに、なんで悲しむの。なんで、意味わかります。牧師が下手に他のことで皆さんを助けようとすれば、皆さん心配すべきだよ。牧師は祈るからと言えば一番安心すべきですよ。なんでよ、祈りより皆さんを根本的に強くするのはないから、他には。これを信じる人だけ、アーメンとおひてさまによ。一箇所に座っていながらも、世界の流れを変えるのが祈りなんですよ。アーメンですか？流れを変える。しっかりやってみてくださいよ。まもなく皆さんは今までと違う時代を生きる人になります。そして牧師が霊的に勝利しないといけない、本当にひたすら霊的に頑張らないといけないと強調してきたことがいかに、これがこの世を生きる人には、これはいかに素晴らしい最高の道だろうかが、信仰によってこの時代を通っていく人には見えてくるの。ハレルヤ。アーメン。信じますか？それではイエスを3回呼んで祈ります。イエス3回。イエスよ、イエスよ。